YouTube ご覧の皆さん、キーチャンネルです。今日はね、なんかすげえ久しぶりに、料理作ろうと思います。そして久しぶりの料理は、シチューです。普段だったらカレーがいいって言うんだけど、今日はシチュー作ります。シチューはね、ルーこれ使います。北海道シチュー、カッコクリーム、ハウスのやつ。シチューどれがいいか正直わかんないんだよね。まあスタンダードな構成に今日はおまけで入れるのを、いくつかあります。ほうれん草、これ入れるタイミングちょっとめんどくさそうだけど、ほうれん草で、もってブロッコリー、ブロッコリーも入れるタイミング多分後になると思う。そしてマッシュルームだね。マッシュルームはまあ他の適当なところで入れりゃいいと思う。そんな感じ。あとはまあスタンダードでやっていきます。鶏肉はね、胸肉使います。まあ安かったっていうのと、シチューそもそも結構クリーミーだから、あんまり油なくてもいいかなと。ブロッコリーはレンチンしちゃいます。この部分って食べれるよね。こっちはボロボロになんないと思うので、シチューに入れちゃいます。で、今炒めてるシチューはこんな感じで、まあなんていうか、最終的にお湯というか水入れて沸かすから、多少なんていうか火入ってなくても、どんどんいつもこうやって適当にやっちゃってます。ほうれん草の根っこの部分切っていきますが、どうやらこの部分にもなんかマンガン、なんか重要な栄養物が入ってるらしいんで、全部落とさないで、このちょんぼりだけ落としていきます。まあ、バラバラにならない程度のちょんぼりを落とすといいらしいです。で、ここに切れ目を入れるといい。不安になる手つきだね。いいね、ちゃんと水洗った感じがするな。シチューを煮込んでいる、手前でお湯が沸騰したんで、ほうれん草を茹でます。まずは根っこだけ、よいしょ、根っこだけ入れて30秒ぐらいっていうけど、全部入るかこれ。まあ、30秒ぐらい経ったんで、強引にちょっと水足りなかった説はありますが、まあいい加減なのがいい加減だということを信じて、オッケー、もう30秒ぐらい経ったんで水で洗っちゃいます。で、水で絞ってこんなやっぱちっちゃくなるね。これを適当なサイズに切って、でもってシチューに必要な分だけ入れていこうと思います。多分これ全部ぶっこんじゃうと、混ぜるともうなんか緑の海に多分なっちゃって、ほうれん草形残んないと思うんで、もうこれできてるんで、まあ、出来上がったところにこれと、さっき あのブロッコリーを入れて、なんていうか緑パワーをつけようと思います。牛乳大体200入れます。まあこれぐらいでしょう。あとはとろみがついたら完成と。食べますか。なんか思ったよりちょっとシャバシャバしてる感じがするけど、できたシチューがこちら、よっこいしょ、シチュー。普通のシチューです。まあ強いて言えば、まあ、ブロッコリーと、あとはほうれん草をね、ちょっと隅に乗っけてあります。まあ、あとはまあ別に言うことないかな。マッシュルームが入ってるとか、それぐらい食べます。まあ、シチューはね、なんていうか、ご飯のおかずにならないっていうふうに私は今は思ってるんだけど、まあ、ちょっとこれからいろいろ明日以降試そうと思うけど、まあとりあえず初日は、ダブルソフト、これ山切りのこのパンでね、食べたいと思います。まあそのまま食べるか、シチュー単独でね。ああ、そうそう、マッシュが入ってるんだ。熱そうだな、でも。うん、
うまっ。ああ久しぶりだなシチュー食べるの。ね、そしてじゃがいも。そしてほうれん草と鶏肉か一緒に食べます。熱そうだな、大丈夫かな。あ、ほうれん草やっぱこのタイミングで入れるといいな、邪魔になんないな。いけますね。こんだけ野菜が入ってるとなんかパンと一緒に食べるというよりもこれ単体で終わっちゃうな。でもじゃがいも入ってるから全然パンなくてもよかったのかな。でもやっぱシチューはパンの方がねちょっと一口目かなり特殊な食べ方したけど、こうやってなんかちょんちょんってつけながらずっと食ってられるよね。鶏胸肉だとやっぱ相当あっさりするけど、まあまあまあ味だけで言ったら絶対でももも肉の方がうまいな値段カロリー等を考えて胸肉にしたけど、ちょっとおかわり入れてみます。で今新しく入れてきた間にちょっと最近の青森移住計画の進捗状況について話をしようと思います。まあ、青森にはね、まあ、前の動画であった通り、行ってきて、で、とりあえず、まあ、やりたいことはできて、まあ、賃貸の契約というか、まあ、賃貸の決定かな。まあ、自分の中でどこにするかっていう決定と、あとは自動車の契約と、あとはね、その辺の諸々のこと。で、まあ、その後にね、まあ、家帰ってきてからたくさん、やっぱ提出しなきゃいけない書類がもうありまくりで、車買うんだったら、実印とかさ、打たなきゃいけないから、そのあたりの準備とかをしたり、あとは保証人のためのまあ親父に連絡してちょっと保証人になってくれって話をしたり、まあ、結構ねいろんなことが今同時並行して進んでます。まあ今のところ準備は順調だなっていうふうに思ってるんだけど、でこれから一個ものすごいやっぱ大事なのがやっぱ引っ越しで、で残念ながらねもう3月ももう末が近づいてきていて、で、引っ越しのね、お金がすごい高いんだよね。年末特別価格というか、超割増料金がやっぱ出てきて。でもね、今、まだ今日2社しか見てなくて、まあ4社合計で見てもらってる予定なんだけど、見積もりがね、今2社、とりあえず今日出て。で、まあいろいろ、まあ自分はあんま物持ってないから、そんな大きなものにはならないだろうなって思ったんだけど、やっぱり移動の距離、静岡県から青森県って移動の距離と、あとは、繁忙期っていうことで、まず1社目の見積もり金額いくらだったかっていうと、23万。税込みね。23万かと思って、20万前後かなって思ったんだけど、3かーっていう。結構驚きの価格でね。で、そこは、繁忙期って言われるのが20日からカウントされるらしいね、今年は。ちょうど祝日だからね。繁忙期が20日からで、で、自分が出ようと思ってるのが23とか2とかで考えてたから、最後までギリギリで言おうとすると、23万って言われて、で、それ外すと5万ぐらい安くなって、まあ18とか、それぐらいだったら多分いけますよっていう話ではあったんだけど、さすがにね、23は、と思って。あ、やっぱ、引っ越し金かかんなーって思ったんだけど、でもう一社、来てくれた方はその繁忙期っていうところに引っかかんないらしくて、23だとその会社の規約というかルール上ね、だったからそっちが出てきた金額は17万税込みで、こっちも、あ全然違うじゃんと思って、だからまあもうねまだ見てもらうところあるけど、こんなにやっぱ違うんだなっていう。で、多分ね、近隣のさ、同じ県内とか、隣とかだったら、多分ね、そんな値段高くないし、
なんていうの、比較してもそこまで変わんないと思う。まあそもそもの料金安いから、うん、でも今回のようにめちゃくちゃ距離がある場合は、多分それぞれの引っ越し会社なんていうか個性というかね、出るんじゃないかなと思って、ね、例えば長距離が強いとか、例えば東北が強いとか、例えば単身が強いとかね。だからまあ、うん、やっぱ複数の見積もりをとって正解だったね。すでに現時点でもう、あ、こんな違うんだっていうのもね、実感してます。まあこれから、まあ見てもらって、まあお金だけじゃなくてさ、日にちの融通が効くかとか、まあ細かい話があるから、そのあたりも全部含めた上で最終決定をしようと思うけど、まあでも近日中に決めなきゃいけないからね。なんでそっちも今のところ順調。で、あとは引っ越しの時の退去の部屋チェックっていうのがあって、こう破損がないかとか。で、実はちょっとね、壁一部ね、こう破いちゃってるところがあって、まあ、いくらかお金はかかるのは間違いないんだけど、ただ、それがちゃんとルールにね、乗っ取った金額で出るかっていうのは結構怪しくて。まあ、まあ、この中でも知ってる人はいるんだけど、私、ツイッターを結構昔からやってて、で、1回目に引っ越した時に、賃貸の管理会社から、あ、これ破れてて、これいくらですって言われて、6万ぐらい請求されたんだけど、でも正しい、その日本の法律に基づいて計算するとそんないかないですよっていうのを、まあ言ったら、え、そうでしたね。知ってたんですかみたいなこと言われて。で、6万円の支払いっていうのが、確か5000円の、返金、敷金の返金に変わって、ものすごい大きな差があるから、またね、今回もね、不動産会社ね、その後もう一回さらに引っ越した時にも、それ無視してくんだわ、そのガイドラインっていうのがあるんだけど。まあそれについてはまた、詳しく、別の動画で出すとは思うけど、昔ツイッターですごいバズってね、4万リツイートぐらいされてて、だからまたね、また不動産屋会社とこう話すときには、ああまたどうせ騙しに来るんだろうなという、そういう前提でね、挑まないといけないなと思ってます。まあね、めんどくさいんだよね、こうルールを知らない人からお金をむしり取ってやろうというね、そういう精神が基本的にはこの賃貸あると思うんで、まあ本当に全く何も問題なくいけるとか、まあそういったガイドライン考慮してくれるところもまああるとは思うけど、全部が全部そうじゃないし、名前の通ったところでもそういうのやってくるから、まあまた自分にとってもまたいい勉強になるから、その時のガイドラインっていうのをもう一回見直そうと思ってます。まあ引っ越しってするときは本当にいろいろと考えることたくさんあるから、そういうところにね、なんかちゃんと気が回らないだろうっていうね、そこをついてくるというすごく汚いやり方なんで、まあ今回ちょっと動画に録画しとこうかな、録画というか録音まあ悪い言い方すると盗聴だけど、まあ自分の身を守るためにねしてから挑むのもいいかもね。なんかあれだな、具が多すぎるおかげで全然ね、パンが進まない。まあ、じゃがいもも入ってるし、これである意味完成してるかもしれないわ。野菜も多いし。まあ、明日以降ちょっとどういうアレンジを加えるかまた考えて食べようと思います。まあ、今日はそんなとこかな。うん。引っ越しの準備も今ね、徐々に進んでるって感じです。それじゃあ、また、次は何だろうな。もう賃貸もほぼ決まってます。その辺の手続きが終わったらまたちょっとどっか散歩動画撮り行こうかなと思ってますね。またそれもよろしくお願いします。それじゃあ皆さん元気で、ほんとまた。